消費 TV サブチャンネル豪華プレゼント企画、サブチャンの方の登録者が1000人達成したらあるものをプレゼントしようかなと思います。はい、そちらのグローブがバヨーこちらです。あ、光ってる、やばい、ピカピカ。今チャンネル、サブチャンのチャンネル登録、サブチャンもちろんで、そちらのサブちゃんが1000人を超えたら、こちらのグローブをプレゼントというふうにさせていただこうかなと思います。はい、で、こちらのグローブもね、まあ、コメントして、サブちゃんの方にももちろん、コメントしてもらって、はい、その中でね、コメントしてくれた方からプレゼントさせていただこうかなと思っております。4月からまた新たに翔平 TV パワーアップしていきますので、皆さん、引き続きメインもサブも、チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いします。お願いします。はい、どうも、翔平 TV でーす。翔平です。お願いします。というわけでですね、今回はね、翔平外野転向しまーす。パチ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 、しょっちゅう転校するな。何でもやろうってことで、はいはい、まあ外野、まあ会社の野球とか、うん、たまにラガーズでも外野やるんですよ。やんないな。一回も見たことがない。まあまあ外野やることあると思うんですよ。向こうさんとか向こうさん、そう、向こうさんもやったね。外野やった、外野やった、外野やった。で、その外野やるんで、ちょっと外野練習しようと思って。はいはいはい。そしてまあ外野いつね、任されてもできるように。外野用のグローブ使ったことってほぼないでしょ。いや、あるわ。ほぼって言ったの。ほぼってか使ってたわ、がっつり。いや、ピッチャーだけど、ぶっちゃけ正直なところピッチャーやってんの、やりだしたの高校からだから俺。あ、そうなの。あ、それまで外野か。それまで外野手です、実は。なるほどなるほど。まあ肩がいいっていうので外野やってたって感じ、うん、でもこんな長い、なんかすげえなんか長いのはない。はいはいはい。うん、ちょっと長めのはあるけど、こんな長いのはない。こんなカラフルもんない。まあ僕もそこそこ外野やってたんで、まあ早球とかその辺とか見てもらおうと思います、うん、AD の高橋宏とかいるんで、ね、本名じゃねえか、はい、本業一応、ね、外野手だからね。そう、外野手なんで多分俺の方が上手いと思うんで、ちょっといきますよ。なるほど、行きましょう。難しいボール、はい。お、久しぶりだこの感覚。でかい。でかいっすか。いいね。これあんま使ってないだろ。あんま使ってないです。内緒で。それはこれあんま使ってないだろ。内緒で。どうすか、伊佐さん、それどう思います？外野の経験っていつ頃ですか？外野も小学校からやってて、でも小学校一番最初にやりだしたのが5年ぐらいかな、うん、で、そこからずっと外野って感じですか？え、外野とピッチャーかな。外野、ピッチャー、ファースト、はい、やってきて、で、中学入ってね、中学は軟式野球なんですよ、俺、実は。はいはい。小学校は公式なんだけど、リトルリーグなんだけど、中学は軟式やって、変な丸っこいさ、なんだこの丸 B 級、はい、使ってましたよ。シゲの五郎みたいな。そうそうそう、リトルリーグから軟式。そうで、そこでなんか市選抜に選ばれるようなメンバーがまあ 2,3 人で、そちらがなんかもう、なんだろうな、やっぱ少年野球から中学野球に上がると、やっぱ先輩がいるわけよ。少年野球の先輩がいますね。少年野球の先輩がやっぱこう、ひいきするというかさ、こいつ知ってますみたいな、いい選手ですみたいな、はい、なるんで、俺はなんなかったです、そういうのが。知らない人ばっかだったんで、うん、だから、公式から軟式に行った関係で、やっぱ先輩のからも知られてないっていうのもあって、最初この、出れる機会がちょっと少なかった。やっぱこう、先輩の推薦でこう、試合出れるみたいなのあったんですよ前。そんな時代があったんですね。そう、俺のなかったんです、そういうのが。先輩知らねえし。それもあって出れなかったけど、先輩が引退したと同時に、まあ外野の守備を、まあまあ肩がいいっていうのもあって、外野レフトかな、ずっとレフトやってて。でも外野手って8人ぐらいいたんですよ、実は。マジっすか。ライバルが、はい、8人ぐらいいたけど、なぜかそのシートノックとかいろいろやるじゃないですか。いますね。その時にレフト俺1人、センターが2人で、ライトが5人とか6人とか、ライトっていうフォーメーションだったんですよ。ライト多いな。だからもう試合の時もずっとレフトだし、ちょこちょ こ, こうライトがさ、こうメンバー変わるぐらいで、はい、もうセンターレフトはもう固定で、自分らの代になってからもうずっとレフトする。すごで、たまにピッチャーやるぐらい、たまにね、ほんとほんとたまにピッチャー、ほんと4番手ぐらいで、高校に上がってから、まあ肩もいいってのもあるし、まあ公式やってたから、まあ公式慣れてるから、はい、まあ、公式でやりだしてから、ようやくピッチャー本格的にやりだしたっていう。高校からまた牽制も習ったし、うん、ちなみに外野はね、高校入ってからクビになった。クビになった、うん、なんでですか？
足が遅い。それだけですか。守備範囲がこう狭いみたいな。で、クビになってピッチャーと、まあ本当ピッチャー専属みたいな。外野はもうやんない。外野やんない。で、まあ肩がまあいいからまあピッチャーみたいな。で、バッティングもいいからたまにファーストやってたぐらい。だから高校入ってからもう外野はやんない。いやもう首で、バッティング練習でやるぐらい。あー、球拾い的な。そう、そのぐらいかな。内野とか全くやってないですよ。だからファーストしかやってないですね。そう、ファーストしかやってない。ピッチャーとファースト。そんな高校時代でした。いや、懐かしいな。もう俺からすると新鮮ですけどね。まあそうだよね。そう、実はね、やってたんですよ、マジで。一番好きなのはやっぱバックホーム。はいはいはい。もしくはバックサード。距離が近いから。あ、そういうこと。バックセカンはなんかごちゃごちゃしてるから投げづらいから嫌だった。ショートに投げるのか どっちに投げるのか分かんないしみたいな。基本的に一人だったから、うん、そこにいいんじゃねえよ、邪魔だみたいな。はい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 。はい、はい、まあまあこんな。はい、はい、こう。なんか補給体制で気をつけてることとかって。外野ってもうさ、反らしたら終わりじゃん、後ろ。うん、反らさないにもうしっかりこうバウンド見てる。はい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 。途中でイレギュラーないとかたまにあるじゃん、バックホームでこう。そうですね、やる人多いじゃん。やらないようにすごい気をつけて、これまず取ること、まず取る。だからこうかな。はいはいはい。だから右足前かな、こう確かね。あんま記憶ないよ。まだ手です。はい。はっ。こんな感じ。どうですか。それ肩微妙なんで、今あれですけど。ワンバンで投げることはできるかな。なるほど。イエイ。やっぱこうだな。はい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 。こうだな。前は一発投げてたけど、今肩いけんかな、ちょっと。ちょっと助走つけてって。そう、助走つけてるけど。はい、じゃあ。じゃあ、こう。形としては、その何、速さとかあれ、ちょっと置いといて、形としては多分、外野やってる人風じゃない？内野手よりいいっしょ。補給位置まで素早く行って、で、取るときに、まあ、緩めるんじゃないけど、丁寧に行ってっていうような。左右にさ、ボールって行くことあるじゃん。うんうん。ああいうときってさ、直線に回り込んでいく。僕は回り込んで。そうだよね。俺も回り込んでいくんですよ、足遅いから。さあ、はい、ほら、痛い、肩痛い、痛い、まあまあ、いった。意外と外野っぽいでしょ。うん、思ったより。まあ、ちょっとこう左右に振られた打球はちょっと追えないけど、足遅いからけど、事前にさ、こう打者を見てさ、あ、こっちの方行くな、こっちの方行くなってこう思ってれば、事前にさ、守備位置をこう変えとけばさ、走る、走るなんですか、距離縮めるから。まあ一歩目も変わるだろうし。そうそうそう、だからね、結構足遅いけどそうやって考えてた。大胆な守備位置をして、まあなんとか、なんとか外野守備こなしてたって感じ。なるほどなるほど。流しがさ、ポヨンポヨンじゃん。うん、公式無理じゃん。さささささじゃん。だからクビになりました。はい、というわけで、はい、やってまいりました。はいはいはい。いかがでしたか、僕の。いや、もう普通の外野手。マジ？うん。嬉しい。やっぱ経験あるって違うねって。そうっすね。まあ、それしかできなかったんで。いや、普通にスムーズに動けてるなと思ってました。あとは全然、取ってからもスムーズだし、全然ワンバンでちゃんときっちり返してるんで、全然外野手としては全然、いいと思います。ありがとうございます。褒められました。褒められ待ちだった。褒められ待ち、褒められ待ち。そこですか。
というわけで、翔平がね、外野転向これいけんじゃねって思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。